じゃあ最初のムービーセッションでちょっとはい、どうぞ。ムービーで、センターからお願いいたします。ちょっと手振っていただきます。お願いします。うん。ナンバーワンとしての、意気込みをお聞かせください。はい。より多くの方々に楽しんでもらえたらいいなと、ただ素直にそう思います。こういう。田中さん自身、どなたに会ったらテンション上がるなとかありますか？そうですね。ロキとドクターストレンジとオビワンですかね。お会いしましたか、ね、ああって思いました。何か話されましたか？田中さん自身が小さい頃憧れてちょっと真似したなとか、ネット遊びしたなみたいな思い出ってありますか？野球銃でしかないです。もう刀だらけだったので、環境が、よく、人切ってました。あ、ごめんなさい。人切ってはちょっとやばいです。父親の学校の生徒の皆さんを切ると、すごいいいリアクションしてくれるんですよ。それが楽しくてずっとやってました。ほんとちっちゃい。はい。質問ありがとうございます。今年2023年を振り返って、今年はどんな一年でしたでしょうか？今年は、本当に幸せな一年でした。ワンピースに紹介して、本当に多くの方々に愛されていたと思ったので、